感じ。シーユーだけど、あのおじさび歌ってる時って緊張するの？しまってごめん、めっちゃ声ガッサガサ。シャースの時も、うん、ガタ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 、マジ震えが。シーユー、あそこ超さ、うちちょっと無理、緊張して。うちだったらね、歌うしかないんだ。いや、そうだ、もうここまで一人やるしかないんだけど。いつも思うんだよね。だってよ、みんならしいよ。貴重な取材、ちいこたんと同じ部屋です。この間もちいこちゃんと同じ部屋だったから、あの時、福島の時とか、割とちいこちゃんですね。多分生活リズムいっちゃうタイプかも。グループで早く寝ることを第一に考えてるから、今日はいっぱい寝たよって。せっかちだよね、割と2人とも。よいしょ。あれ、これはハイパンツ買いました。ハイパンツ買いました。ハイパンツ買ったよ。よく眠れたの、よかったって。私なんかお布団とかなんかこう眠れないとかないんだよね。あ、もう全然余裕。なんかいるじゃん、なんか布団変わっちゃったら寝れないみたいな。いるよね、多い多い。うちないんだよね、そういうの。ただ今日は日本時間の朝8時に起きちゃって、舞い上がれをね毎日見てるせいで、初めて舞い上がれを見ていることを後悔しました。朝の、だからこっちだと朝6時前ぐらいに起きちゃって、眠れなくなってさ。いや、頑張って何度寝かはしたよ、もちろんしたけど、眠れなくなっちゃってさ、大変だったんだから。うん、めちゃめちゃね、舞い上がれってなっちゃった。本当に8時に起きちゃう癖がついちゃってさ、困ってますよ、それは。それだけは本当に困ってます。時差、時差ちょっと大変かも。うん、だって私眠かったよね、みんながご飯食べるタイミングは。もううち12時に眠くなっちゃうタイプだから、みんなが元気な時間、私はすごく眠かったです。もう子供かって。昨日はマック食べました。そうそう、結構撮影がね長引いちゃったりとかして、本当に何タイミングがね、あれで、せっかくならタイのマック食べてみるみたいな。で食べて、またねー。フルーツはマンゴーだけ食べた。私あんまりフルーツめっちゃ好きでやばいみたいな感じじゃないから、そんな食べてないです。チーコタも食べた。うん、ドラゴンフルーツは味しないんだって、あんまり。タイらしいもの食べてないです。食べてないよ。うん、本当に食べてない、マジで。忙しい。あ、忙しいって言っちゃダメなんだ、違えた、大変。もっと言っちゃいけないこと言ってた。大変、大変はダメだな、なんだろう、なんか頑張ってます。ドラゴンクエストやった、だって。なになに、なんでドラゴンクエスト、なんかすごいの。北島新也くん、いちごありがとう。マンゴー美味しかった。なんかさ、違うの、マンゴーさ、あれだ、ココナッツミルクがかかってて、私ココナッツミルクダメなのよ。そう、でもね、食べてみました。今日帰り買って帰りますか、マンゴー。あ、おフルーツ系、
なんか見てみようかな。ね。なんかまだタイのコンビニとか行ってない、行きたいです。コンタクトつける瞬間ってあんま見せたことなかったかもね。確かに普通ですよってエアコンとかでもないし、そのライブの時はつけてます。普通に目悪いんですよね目良さそうな顔してるでしょ私ね。メコンタクト好きじゃないんで、あとちょっとだけ髪の毛あとで色にしようかな。あとそれくらいかな、メイク。あ、歯磨こうかな。ブラシは2本から持ってきました。コンタクトつけたことないから怖いだって。あーでも最初は怖いかもね。でも大丈夫だよ意外と、なんか違和感ないし。ガパオ、トムヤムくん食べてない。ガパオライスめっちゃ辛いらしいから、なんかスパイスノースパイスで言わないとダメって言われた。そうなんだ。ここで上がっていいのかな、そのまま。なんか違う気分で。Thank you.
リップ塗りたい。塗ろう。さあ今日はティフです。ティフですね今日は。これちいこちゃんが教えてくれたマスカラ、マスカラです。マスカラ、今日ツインテールの日だって。あ、マジじゃん。誰かやんなよ、誰かやんなよって。自分はやりません。タイランド、インタイランドって書いておこう。インタイ、タイラン、インタイラン。本当にタイランドにいるよみんな。ツインテールやらないとかある？だって無理だもん。いつやったらいい？できないよ。やりたいよ。ちだってできないよ。でも本当にやりたいの？本当にやりたいよ。できないよ。いつやったらいいんだろうね。悔しい。今でしょ。だって無理だよ。髪の毛ゼットしちゃったよ。ツインテールなしでも超絶可愛い。だっていや、やめて、恥ずかしいよ。やりたい。髪の毛なんかできないよ。やりたいよ。もう最悪。本当だね。取っとくべきだったな。カツラかぶりなんてないよ。どこにカツラあるのよ。ドンキあるかな。タイにドンキありますよ。あるって。しかもなんかドンキの歌がタイ語バージョンなんです。やば、もろ。ドンキってタイでなんて言うんだろうね。ドンキって日本だと、え、ドンドンドンは一緒なのかな。そっか。くし、めちゃくちゃ見れちゃいました。鼻の薬飲んでいかなきゃいけないんだな私は。私なんかしなきゃいけないことある。大丈夫。日焼け止めまだいいか。よいしょ。花粉出てるの。だって花粉っていうよりも私もうね、アレルギー性、何、慢性鼻炎っていうのやつだから出ちゃうんだよね。薬飲まないと結構きついです。うん、じゃあ朝からね、ご飯食べて。美味しかったです。あの朝ごはんみんなで食べてきましたよ。うん、おや仕上がってるって。まあね、髪の毛だね。髪の毛だけさっと忘れ物ないかな。ホテルに置いていくのが結構怖いですね。どうどう入る。イエーイ、絶妙に。あ、ちいこたん今日かわいいね。今メイクしました。やっと映れたんです。だから場所がないよね。どこでやったらいいかって。あっちとかなんか。あー、なるほどね。すごい制服、制服家事だから制服着てる。ここじゃない。こうやったらさ、逆光で見えないと思うんだよね。あ、すいません、すいません。こうじゃない。よっしゃ。来た。え、タオル
ブってホテルさ、私のプールあのベッドメイキングに出せば、うん、あの全部片付けて、新しいのに帰ってくれます。あ、いい、ナイス、逆光、逆光すぎ、見て、めっちゃ逆光、見て、逆光でほら、うちらがちょうど見えないようになってんの。ちょっと待って、あれが欲しい、これだ。セレブ感で優しいんだから。すごい、持ってきてる、ちゃんとあるよ。ちぐちゃん、あれ椅子大丈夫？大丈夫です。めっちゃえ、やばい、めっちゃサービスショットじゃん。やばい、今日楽しい。うちらの部屋めっちゃなんかいいよね、優雅で。めっちゃ優雅でいい、あの、ほんと落ち着いてる。でもあとポニーテールすれば終わり、うん、あ、もうすぐじゃん。ポニーテールね、すぐできるんですよ、最近。マジ？梶島さんの家みたいな逆光って。いや、そう、うちんち結構逆光やるよ。やば、セレブ感やばいって。そう、そんなあるよね。よ、うち髪伸ばそうかな。無理だもん、短いのじゃどうやってもできないよ。悔しいね。北島新也くん、ありがとうって言って。北島新也くん、ありがとう。やったー、ありがとうございます。もう今400人ぐらい見始めて。早いね。朝ごはん何食べるの？食べた、食べた。あ、食べてきました。パン、フルーツ、おかゆ、おかゆ、卵、ベーコンみたいな。がカリッカリのベーコンね、すごかった。あれ美味しいんです。タイどこのホテルにもあれあって、うん、え、明日も食べれるみたいな。やったー。そうなんだ。何？チーコちゃん出た途端可愛いコメント増えた。おかしくない？私の時はみんな可愛いじゃん、あやちゃんも。あやちゃんも可愛いよね。髪の毛ちょっとピヨピヨしてるけど。ピヨピヨしちゃう。ピヨピヨさ、終わればね。タイ感のない朝食、確かに。てか最近朝になんかちょっとタイっぽい料理食べたらめっちゃむせちゃって。あ、めっちゃね。死ぬんかなって思って。危なかったんだから。久しぶりに食べたらめっちゃむせちゃったんで。むせてたね。みんな気をつけてな。うん、結構私まだタイ料理食べてないんですけど。ね。何がいいですか。あの、空心菜っていうモーニングローリーっていう、うん、なんか炒め物、野菜のがあるんですけど、うんうん、それめっちゃ美味しいです。空心菜、空心菜、食べ物だ。え、私が今日朝食べたの空心菜じゃないんだ。は違いますね、うん、あとカオマンガイっていう鶏の蒸し鶏のなんかご飯があるんですけど、うん、食べれるかな。それは食べるも辛くないんです。あった、それめっちゃ美味しいです。あとはまあ、うん、無難にパッタイとトムヤムクンと、うん、ね、普通のタイ料理ね、食べてないから。そうなのよ、ね、それ食べたいね、うん、早く食べたい。お昼ご飯の時間です。確かに、マジじゃん。今朝ごはん食べて、うちら変な感じする。明日もっと早いからね、ちょっとね。そうじゃん、1時間早いのか、入りが。だからもうちょっと早く起きなきゃいけないんだ。ちょっとやば。え、リーダー顔まん苦手なんだって。そうなんだ。あ、脂身だかな。お腹ちょっと、お腹ちょっと。それもいちごありがとうって言って。それもいちごありがとう、ありがとうございます。あともう一人、佐藤くん、いちごありがとう。佐藤くん、いちごありがとう。佐藤くん、いちごありがとう。あありがとう。観光できる時間の、そうだね、そうだね、ないかもしれない。そうだから、ツアーで、あの、皆さんと行くツアーでやりますので、行きます。そこだけね、楽しみだね。2時間なかなか間違い、確かに、うん、意外とね、意外とね、うん、だから今日私は朝8時のタイミングで起きたから、6時に起きたと、6時に起きたと思って、ほんとやばと思った。寝たのだって結局こっちの時間で12時くらい、12時半ぐらいじゃん。ってことはあっちでは2時に寝てるわけじゃない。やばって考えると、6時に起きたら4時間くらいしかない。え、ほんとだよ。よかった、その後二度寝したんだよね。でも全然家事が動いてるの知らなかった。嘘、うちめっちゃ起こしちゃってんじゃないかなってめっちゃ不安だった。そろそろかなと思って起きたらちょうどだったから。あ、ほんと、もううちいなかったでしょ。めっちゃ深夜にツイートするやんと思って。え、そういうのうちもなんかインスタグラムの投稿めっちゃ夜中にだからしちゃったかも。そうだよね、寝る直前にしちゃったから、うん、日本時間の夜中だったな、うん、時差がね、ごめんね、わかんないのよ。アップルウォッチ見てもわかんないのよね。こちら3時頃についてき、ああ、そっか、確か
なんかみんながもう眠いよって昨日ショールームやったの多分12時ぐらいだったと思うんですよ、うん、私が。あ、でもそうだね、うち的には9時ぐらいにやってたの。9時10時ぐらいにやってたから、そう、みんな、まあ、眠いだろうなって。今日朝絶対、今日絶対ショールームやる時間ないからもう先にやっておきますっていう。ないです、ないです、それもないかな。もうすぐ集合時間だ ね。そろそろ終わりますか。ありがとう。はい、今日はティフです。ティフだよ。そう、ハッシュタグにきちゃん、にきちゃん大遠征とパプガニキといっぱいつけて、いっぱいツイートしてください。それではお手を拝借、せーの、以上です。よし、無事マネチャー心継続成功。さあ明日は何時にできるかな、不安だな。頑張ります。バイバイ。